どうも皆さんこんばんは。今回ですね、こちらの、フォルクスワーゲンの、シロッコという車なんですけど、まあこれはですね、まあちょっと一番形が、まあ、似てたということでですね、ケンブロックの、まあラリーカーというか、まあドリフトする時のですね、車ですね。まああれは、フォードの、フィエスタという車になると思うんですけども、一応ですね、それを再現してこの車ですね、めちゃくちゃ気に入ってます。はい、まあこれですね、撮影外で車をですね作っていったので、まあカスタムしてる様子っていうのはですね映像としてないんですけども、まあこれあのエクステリア見ますと、もうこれもうパンパンまでですね、もうパンパンまであのステッカー使ってまして、もうこれ以上貼れないと。まあ本当はもうちょっと貼ってもっとゴテゴテにしたいなっていう気持ちはあるんですけど、もうこれ以上貼れないというぐらいまでこれもステッカー貼り倒してるんですよね。はい、今回これでですね、とりあえず、まあ、ドリフトの練習というか、まあ、ドリフトをですねとりあえずシティの方でやっていって、もう次回ですねドリフトセッティングについて、まあ、見ていくというような動画に、まあ、つなげていきたいと思いますので、まあ、とりあえずですね今回はちょっとドリフトの練習みたいな感じのですね動画にしたいと思います。はい、シティに行きましょう。ちょっとですね、ガソリンがないということでとりあえずシティに行きましょう。はい、ということでですね、ガソリンが入れ終わったんですけども、まあこれ、まあ、とりあえずドリフトするために重要なことはですね、まあやっぱシフトの固定かなと思います。はい、まあまずこのようにですね滑りますよね。はい、とりあえず滑る、ちょっと上から見て、でこっから、まあこれシティはですね結構道が広めでいい感じに、まあ、道がつながってると思うので、まあ、ここで、やるのがですね楽しいかなと思うんですけど、例えばこういう感じですね。やっぱりこう綺麗につなげていくっていうのはすごい難しいと思うんですけど、ずっと練習してたらですね、こううまくいったりとかもすると思うので、
早いい感じ、感じ。ここをですね、定常員で回るっていう技もあると思うんですけど、それはなかなか難しいですね。感じですね。つなげていく、無理やりつなげていく。この視点でできたらすごいですけどね、多分難しいでしょうね。意外とできる。おーおーおーおお、いったいったいった。
もうすげえ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 、めっちゃいい感じ。おーおーおー、いい感じいい感じ。あー、いいね。いけ。おーおー、惜しい。いやー、もうちょっと頑張ったらいけそうですけどね、まぐれで。あー、いい感じいい感じ。あー、おー、いいねいいね。ではですね、運転席の視点でちょっとやってみたいと思います。多分これはあんまり面白みに欠けるかもしれないですけど、すごい分かりますね。ちょっとですね、エンジンダメージを受けたんですけども、まあ、あのこういう感じでですね、ちょっとドリフトの練習がですね楽しめるかなと思います。まあ、これはですね、まあ、いろんなセッティングとかあるんで、また、そちらもですねどういう風にしていけばいいのかというのをですね、まあ、僕なりに、考えていけたらなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。